生理作用としてのビタミン C は水溶性ビタミンの一種。科学的には L アスコルビン酸である。ビタミン E を再利用したりコラーゲンの合成に必要で欠乏症になると解決病となり、その治療にも使われる。風雨必須薬品モデルリスト収録品。特に野菜や果物に含まれ、サプリメントも利用されている。風邪をひいてからビタミン C を摂取する治療効果は 7件のランダム化比較試験からはっきりせず31件の RCT から日常的なビタミン C 摂取では風の発症率は低下しないが風の重症度と期間は減少させスポーツ選手や寒冷地の兵士といった特定の集団では予防効果があるとされる鉄分やカルシウムなどミネラルの吸収を高める効果がある鉄化上昇の人でビタミン C の摂取過剰では 鉄化状が促進されるが、健康な成人であれば、影響はない。グルタチオンマイナスアスコルビン酸回路、ナットフ、ナドップ、GR、グルタチオンレダクターゼ、GSH、グルタチオン、GSSG、グルタチオンジスルフィド、ダー、デヒドロアスコルビン酸、レダクターゼ、DHA、デヒドロアスコルビン酸、また、モノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ、MDA、 モノデヒドロアスコルビン酸、ASC、アスコルビン酸、APEX、アスコルビン酸、ペルオキシダーゼ、H2O2、H2O ビタミン C は、コラーゲンの合成に深く関与している。プロリンリジン残機を含めた形で、コラーゲンのタンパク質が合成され、タンパク質差が形成された後で、酸化酵素により、プロリンリジン残機がそれぞれヒドロキシル化を受けて、 ヒドロキシプロリンヒドロキシリジン残期に変化し、これらは水素結合によってタンパク質差同士を結び、コラーゲンの三重螺旋構造を保つ働きがある。またこの反応の際にはビタミン C を必要とするため、ビタミン C を欠いた食事を続けていると正常なコラーゲン合成ができなくなり、解決病を引き起こすものである。ビタミン C は水溶性で強い還元能力を有し、 スーパーオーキシド、ヒドロキシラジカル、過酸化水素などの活性酸素類を消去する。ビタミン C の過酸化水素の消去は、グルタチオンマイナスアスコルビン酸回路によって行われる。この回路に代表されるように、ビタミン C がデヒドロアスコルビン酸に酸化されても、各種酵素によりビタミン C に還元、再生されて触媒的に機能する。ビタミン C は、ビタミン E の再生機能がある。 ビタミン E は脂質中のフリーラジカルを消失させることにより、自らがビタミン E ラジカルとなり、フリーラジカルによる脂質の連鎖的酸化を阻止する。発生したビタミン E ラジカルは、ビタミン C によりビタミン E に再生される。その他のビタミン C の機能としては、生体異物を代謝するシトクロム P450 の活性化、チロシンからノルアドレナリンへの代謝、消化期間中で、 鉄イオンをオニ価に保つことによる鉄の吸収の促進、脂肪酸の分解に関与するカルニチンが、リジンから生合成される過程のヒドロキシ酵素の補酵素としての三角、コレステロールをヒドロキシカシナナアルファ、ヒドロキシコレステロールを経た単重酸の合成等の様々な反応に関与している。詳細は、解決病を参照解決病の予防、治療に用いられる。 ビタミン C を含まない食事を約60から90日間続けた場合、体内のビタミン C の蓄積総量が 300mg 以下になり、軽度の欠乏症状である、疲労、倦怠感や筋肉痛を感じ、移動性を停止数ヶ月後に出血性の障害をもたらす、重度の欠乏症である、解決病を発症する、風邪予防及び、風邪治療も参照ノーベル科学賞を受賞した。 ライナスポーリングが1970年代に毎日 100mg 以上のビタミン C の摂取によって風邪の発生率と期間を意味する風邪の総負担の減少が4件のランダム化比較試験を分析した統合された罹患率によって裏付けられているとしたその後予防治療対象集団を変えて賛否両論のある形で研究が続いてきたポーリングによって 一般大衆にまで興味を引き、1972年から1979年まで、約8400人が参加した29件の RCT が実施されたが、その後、関心は薄れ1985年以降にはわずかにしか実施されず参加者の数も小規模となっている。2008年の世界保健機関の処方薬一覧の簡単な記載には、風邪の治療効果には、 証拠が確認されていないと記されているが、この記載には証拠の引用はない。アメリカ国立衛生研究所の医療向けサプリメントの解説ページでは、2018年時点で2007年の国蘭レビューやそれ以外の研究も引用し、総合的には風邪をひいてからではおそらく効果はないが、毎日2 0 0ラムの定期的なビタミン C では一般集団の風邪の発生率には影響しないが、 風邪の期間や重症度を下げ、寒冷地や激しい運動、高齢者や喫煙者のようにビタミン C が少なくなっている人では予防効果があるかもしれないとしている。米国家庭医学会の2012年ガイドラインではビタミン C の 200mg から 2g は小児の風邪の予防に効果ありとし、成人の風邪治療にはビタミン C は効果を示さないということを効果なしの研究一覧にも 効果ありの研究一覧にも同じ2007年の国欄レビューを記載している。なおこのガイドラインは医薬品にも効果なしを判定しており厳格なものとなっている。2013年に改定された国欄レビューでは同じような内容だが31研究の合計9745人から定期的にビタミン C を 200mg 摂取することで一般集団では発症率の低下はないが 重症度を下げ、回復までの日数は、成人8%、小1 4減少し、スポーツ選手や関連地の兵士では、発症率は半減していた。治療薬として、ビタミン C を投与した場合、7件のランダム化比較試験があったが、結果は一貫しておらず、回復までの期間減少も再現されていないが、日常的な服用で効果があることとビタミン C が安全で、 安いことから治療薬としてのビタミン C の研究も実施すべきだとしている。それまでの治療薬としてのビタミン C の研究は定期摂取で有望な小児での研究は実施されておらず、成人では初日に 5g や2から3日間に2から 4g など一貫したものではない。2018年の9件の RCT を分析したメタアナリシスでは 発症時にのみ高容量のビタミン C を摂取した場合には効果はなく定期的なビタミン C の摂取があり、風邪の発症後に毎日 1g から 6g を追加して服用したグループでは、共通、発熱、おかんの減少、平均10時間の風邪の期間の短縮が見られた。2013年の国蘭レビューは肺炎を予防したという3件の RCT。 治療したという2件の RCT を発見している。重症の排血症では、比較群の治療による約40%の死亡率よりも、腸脈内ビタミン C では8.5%と、生存率を大きく向上させ、重症化も防いでいる。食品中のビタミン C 摂取は、多くのコフと研究で様々な癌の発症の減少と関連しており、ビタミン C サプリメントは、 様々なランダム化比較試験で癌の発生率と無関係だとされている。1976年にライナスポーリングとキャメロンは様々な末期癌患者に100名に対し10日間ビタミン C10g を静脈注射し、その後経口摂取したことで生存期間を延長すると報告した。また、1974年には分子共生医学研究所のキャメロン・キャンベルらは 様々ながん患者50名に対し最初10日間ビタミン C10g を腸脈投与し、それから蛍光のビタミン C を摂取したことで標準的な治療法を補助する手段だと報告した。1985年には名誉クリニックのモーテルらが蛍光のビタミン C を使った偽薬対象のランダム化比較試験を実施し、進行性の結腸直腸がん患者で効果が見られなかったと報告した。 前者の肯定的研究は、静脈投与であり、後者のような否定的研究は、蛍光投与したものだったが、人々の注目は小さくなり、しかし静脈投与の方が、血中濃度が高くなるという事実から後に、再び関心を集めることになる。アメリカ国立がん研究所の公開情報では、静脈投与では、蛍光投与よりも、血中ビタミン C が高くなり、副作用は、 非常に少なく QOL の向上が見られ、癌治療の副作用を軽減させる効果も見られるとされている。2019年のレビューでは、傾向、静脈含め症例報告などを除外し、すでに紹介した1980年代の研究から、2010年代までの賛否療法の合計19件の試験があり、そのうち疑悪対象が設けられていたのは4件で、 これら全研究から非常に軽い副作用しか害はなさ。そうだが、効果を裏付けるには研究は足りていないので、続くランダム化比較試験が計画されているとした。その4件の RCTUNJ、マルハーキーイーラは高濃度のビタミン C は、癌細胞のアポトーシスを引き起こすとする研究結果を発表しているが、作用機序は未解明であるため臨床応用が可能かは不明である。 概要も参照日本でも戦後の1940年代には栄養欠乏によってビタミン C 欠乏による色素沈着になる人も多くビタミン C が使われ医薬品の配信には以下の効能があるビタミン C の欠乏の関与が推定されるパン、弱乱反炎症後の色素沈着1950年代になると栄養状態は改善され同じくパン。 弱乱反や日焼け後の色素沈着の予防について報告されるようになった。RCT で紫外線照射後の色素沈着はビタミン C を 600mg を単独で摂取するよりもパントテン酸を併用した方が抑制された。26名を対象とした試験でビタミン C が 200mg、ビタミン E が 100mg の合剤を6ヶ月服用し、パ板に対し、 有効19.2%、やや有効23%であった。内服では、パンに体脂トラネキサム酸配合上で、改善率は約60%、ビタミン C 製剤で26.5%である。紫外線によって、後半を生じさせる最小後半染料について、ビタミン C とビタミン E を共に摂取し、それぞれ別の研究として1週間で目処は21%増加。 7週間で、めど77.6%増加、12週間で41%増加、別の研究でも12週間で41%増加。なお、ビタミン C や E 単体の摂取では、メドの変化はなかったという研究がある。人を含む、類人猿は、アスコルビン酸を体内で合成できないため、必要量をすべて食事などによって外部から摂取する。 必要があるビタミンの一種類として扱われている。一方、多くの動物にとっては、アスコルビン酸は、生体内で、生合成できる物質であるため、必ずしも外界から摂取する必要はない。体内で、アスコルビン酸を合成できないのは、人を含むサルメの一部や、モルモットなどだけである。風邪やインフルエンザ、その他の感染症に対して、アスコルビン酸粉末などとして、 医薬品と併用される。その理由としては、これらの肉体的ストレスや治癒、喫煙等のストレスによっても、血中濃度が低下するため、結果的にアスコルビン酸の要求量が増大する。成人の1日あたり摂取量としての厚生労働省による推奨量は 100mg である。血小中ビタミン C 濃度基準値を 0.7mg、100ml 以上に設定して、 ビタミン C の1日あたり適正摂取量は成人で 100mg である。結晶中ビタミン C 濃度の正常範囲は0.5から 1.5mg、100ml である。0.2mg、100ml を下回ると各種の欠乏症状が現れる可能性がある。なお、人の母乳のビタミン C 濃度は 0.5mg、100g との報告がある。 健康な成人であれば 2000mg の摂取量まで、毒性はなく、体内で吸収されなかった。余剰なビタミン C は尿中に排出されるが、数グラムレベルで一度に大量摂取し、長官対応量を超えると下痢を起こす、可能性がある。厚生労働省による2015年の日本人の食事摂取基準では、広い摂取範囲でも安全だと考えられるため、上限量は設定していないが、 通常の食品から摂取することを基本とし、サプリメントから1日あたり1グラム以上の量を摂取することは推奨できないとしており、生活習慣病の発症予防についても、ビタミン C の摂取量と血液中濃度と体外排泄からは1グラム以上の摂取には意味がないことが示されているが、病気発症との関連については不明確だとしている。毎日数グラムの摂取では、 腎臓での集酸血石のリスクがあるとしている。体内でビタミン C の一部が集酸に代謝されるとして、毎日4ム摂取したもので集酸塩の結晶より、腎臓が損傷することで腎不全を発症したという症例報告がある。腎臓移植を受けた31歳の女性が毎日2ム摂取し、 続発性集産症となった症例が報告されており、腎不全患者のビタミン C の大量摂取については注意が必要であるとする考え方もある。2019年現在、アメリカ食品医薬品局はビタミン C を癌の治療薬として認可していない。ビタミン C は単に補助食品として利用されている。柑橘類多くの食品やサプリメントにおいて、 レモン何個分のビタミン C という表現が用いられるが、この時、レモン1個分のビタミン C は 20mg に換算される。この表記は、農林水産省によって1987年に制定されたビタミン C 含有菓子の品質表示ガイドラインによるものであるが、ビタミン C が主成分であるビタミン添加菓子を対象とするものであり、それ以外の食品や、また、このことから、 レモンはビタミン C を豊富に含む果物であると誤解されがちだが実際には同じ柑橘類であるグレープフルーツや柚子よりも含有量は低い。レモンライムオレンジグレープフルーツなどの柑橘類のほか、カムカム、柿、アセロラ、キウイフルーツ、トマトはビタミン C の含有量が非常に多い。その他にビタミン C の多く含まれる食品としてはグアバ、パパイヤ、ブロッコリー、 メキャベツ、ブラックベリー、イチゴ、カリフラワー、ほうれん草、マスクメロン、ブルーベリー、パセリ、ジャガイモ、ピーマン、サツマイモなどがある。ビタミン C そのものは強い癖のある味で、柑橘類でも酸っぱいものの方が、含有量は多い傾向にあるため、酸味の強い果物ほど、ビタミン C が豊富だと思われがちだが、実際にはそれらの酸味の多くは、クエン酸によるものである。蒸気のように、 酸味が全くないのに、ビタミン C が豊富な食品も多い。乳酸菌は発酵の際に、ビタミン C も酸性し、発酵前の生乳等のビタミン C よりも濃度が高くなる。牛乳には、ビタミン C がほとんど含まれていない。その理由は、子牛が自らビタミン C を合成できるので、牛乳から摂取する必要がないためである。牛乳を発酵して作ったヨーグルトでは若干ながら、 ビタミン C が含まれている。牛乳のみならず、肉にもビタミン C は含まれていないので、野菜や果物を摂取できないモンゴル遊牧民は、大人のみならず、子供を含め馬乳を乳酸発酵させ微量のビタミン C を生成した馬乳種を大量に飲むことで、ビタミン C を補っている。アフリカの遊牧民族であるマサイ族も、日常的に発酵乳を飲む。加熱に弱い。編集。 ビタミン C は、加熱すると空気中の酸素や水分との反応が、促進され、酸化されて、デヒドロアスコルビン酸となり、さらに加水分解された、ジゲトグロン酸。デヒドロアスコルビン酸は、人体内で、アスコルビン酸に還元され利用されるが、ジゲトグロン酸には、ビタミン C のような生理活性はないとされる。ジャガイモや、サツマイモに含まれるビタミン C のように、デンプンに、 保護されて酸素に接触しない場合には、加熱してもビタミン C は壊れにくいとの指摘もあるが、ジャガイモの加熱時間に従いビタミン C 残存量が顕著に減少し、茹で加熱では28%程度のビタミン C 残存量となる。酸素と接する加熱過程を有する果汁100%の加熱型濃縮く還元ジュースでは、ビタミン C の大半は壊れてしまうことになる。ただし現在では、 加熱型濃縮還元は探すことが困難なほどでほぼ耐えており、超音波による過重濃縮が主流となっている。加熱式に比べエネルギー効率が良く、工場の冷房費用もかからないため主流となった。しかし、この方式でも加熱殺菌は行われるため、やはりビタミン C は壊れてしまう。そのため高栄養価を謳う野菜ジュースは別途ビタミン類が添加されている。人では、 経口摂取した量が 30mg から 180mg では70から80%が吸収される。1.5g では50%が吸収されるが 3g で飽和するとの報告がある。また飲酒により吸収が阻害される。しかし飲酒により血中濃度は低下しない。別の研究ではビタミン C を毎日 2g 摂取し4週間時点で1週間時点よりも 血中ビタミン C 濃度が上昇しているが、それ以降はそれ以上の血中濃度の増加はなく、飽和したと考えられ、一週間では飽和までは不十分だと考察された。ビタミン C 錠剤を飲むより、ビタミン C 入りのガムを噛んだ場合、血中のビタミン C の上昇が速やかに起こり、また吸収量が多いことが分かった。サプリメントや野菜ジュースは、 野菜サラダに比べて尿への排出速度が速く、食物繊維などと同時に摂取することで体内に長く、とどまるとされる。アスコルビン酸は尿を介して排泄される。人ではビタミン C の摂取量が少ないときはビタミン C を排泄せずに、腎臓で再吸収する。ビタミン C の結晶濃度が 1.4mg デシリットル以上の場合に飲み、再吸収が低下し、過剰な量が 尿に移行する。この回収機構はビタミン C の欠乏を遅延させる。アスコルビン酸はデヒドロアスコルビン酸に可逆的に変換し、その化合物から非可逆的に2、3ジケトグルコン酸に変換されてから周酸に変換される。これらの3つの化合物も尿を介して排泄される。人はモルモットよりもデヒドロアスコルビン酸をアスコルビン酸に変換する能力が優れているため、 ビタミン C の欠乏をより遅延させることができる細胞内への輸送についてビタミン C は腸管上部で吸収されナトリウム依存性輸送体が存在するがそのナトリウム依存性輸送体はグルコース輸送体特にアスコルビン酸に戻るリサイクルにおいて必要な酵素保因子と細胞内抗酸化物質を生成する体のほとんどの細胞でビタミン C の輸送を担当するものが グラット1で特殊化した細胞内に主に存在する脳への輸送について脳はビタミン C の最大濃度を持つ器官の一つであるがビタミン C は血流から脳への関門を通過しないこのためアスコルビン酸に代わってデヒドロアスコルビン酸がグラット1トランスポーターを介して血液脳関門を通過して輸送されその後にアスコルビン酸に変換される ミトコンドリアへの輸送について、ビタミン C は、グルコーストランスポーターグラッド1を介して、デヒドロアスコルビン酸が輸送され、還元され、フリーラジカルの大部分が生成される場所である、ミトコンドリアに蓄積される。アスコルビン酸は、ミトコンドリアのゲノムと膜を保護する。ビタミン C の概要は、ビタミン C の経口摂取によって、血中のビタミン C 濃度が飽和していない人に、 効果的だと考えられる。ビタミン C では pH3.5 以下にする必要があり、活性を持つには、理想的には濃度は8%以上にし、逆に濃度が20%以上でも、皮膚への刺激性のみが増加すると考えられるため、一般的な製品は10から20%の濃度となっている。顔の皮膚を光り損傷し、その程度が軽症から中等度の19人に、 ランダム化比較試験を実施し3ヶ月後、ビタミン C セラムの外用薬は、偽薬よりも、シワ、たるみなどを改善した。RCT で、光老化した20人の50代女性に、5%濃度のビタミン C を含むクリームを塗り6ヶ月後、深いシワが偽薬に比較して大きく減少した。二重毛検ではない80人での試験は、ビタミン C 含有のシリコン製ジェルを6ヶ月使用する。 ことで、アジア人の顔面の手術後に、反根の隆起や後半を減少させ、メラニン色素の指数を低下させていた。RCT にて、肝胆に対し、4%濃度のハイドロキノンでは93%が、良い結果に改善し副作用は68.7%に、起こり、同5%ビタミン C は、良い結果62.5%と副作用6.2%で、研究者は、 副作用が少ない点を評価している。別の RCT では、乾パンに耐しビタミン C 単体よりもビタミン E と併用した方が効果があった。25%ビタミン C を使い、4ヶ月で乾パンを優位に減少させたという、比較対象のない試験がある。イオン導入も有効である。1%濃度のビタミン E と、同15%ビタミン C は、それぞれ単独でも日焼けによる後半や、 日焼け細胞数を減少させたが、併用した方が効果があった。フェルラさんは、ビタミン C、ビタミン E の科学的な安定性を向上させ、太陽光に対する防御性を数倍にする、10名のランダム化比較試験で、ビタミン C、フェルラ酸、フロレチンを含有する、外用薬を紫外線による皮膚損傷に備えて事前に塗ることで、防御作用があった。 12名の中国人女性を用いて、ビタミン C、ビタミン E、フェルラ酸からなる外用薬は、これを塗った部分は、塗っていない部分に比較して光から防御された。ビタミン C 誘導体が開発されており、アスコルビン酸の不安定な性質を改良したり、保湿性を持たせている。解決病の報告十六世紀から十八世紀の大航海時代には、解決病の原因がわからなかったため、 海賊以上に恐れられたバスコダガマによるインドコ路発見の公開においては180人の船員のうち100人がこの病気にかかって死亡している。1753年にイギリス海軍省のジェームズ・リンドは食事環境が比較的良好な高級船員の発症者が少ないことに着目し新鮮な野菜や果物、特にみかんやレモンを摂ることによって この病気の予防ができることを見出した。その成果を受けて、キャプテンクックの南太平洋探検の第一、開口会で、ザワークラウトや果物の摂取に努めたことにより、史上初めて解決病による死者を出さずに、世界就航が成し遂げられた。しかし、当時の公海では新鮮な柑橘類を常に入手することが困難だったことから、イギリス海軍省の商病委員会は、 公開血病薬として、爆汁、ポータブルスープ、濃縮オレンジジュースなどをクックに支給していた。これらのほとんどは、今日では全く効果がないことが明らかになっている。結局、主にザワークラウトのおかげだったことは当時は不明で、挙句期間後にクックは爆汁を推薦したりしたもので、長期公開における解決病の根絶はその後もなかなか進まなかった。1920年、 ジャック・ドラモンドがオレンジ果汁から還元性のある高解決病因子を抽出し、1927年にはセント・ジェルジが牛の副腎から強い還元力のある物質を管理し、ヘキスロ酸として発表したが、1932年にこれがビタミン C であることが判明した。1933年にハースによってビタミン C の構造式が決定されて、 アスコルビン酸と命名され、1933年には、ライヒシュタインが、有機合成によるビタミン C の合成に成功した。エルグロノラクトンウキシダーゼ遺伝子の活性は、いくつかの種の進化史の中で、それぞれ独立に失われている。哺乳類では、天軸ネズミや霊長目の直ビア木が、この遺伝子の活性を失っており、そのために、ビタミン C を合成できないが、 その原因となった突然変異は別のものである。どちらの系統でも活性を失った遺伝子は多数の変異を蓄積しつつ偽遺伝子として残っている。スズメメの鳥類では活性の喪失が何度か起こっており、またおそらくは再獲得も起こったために種によってビタミン C 合成能力が異なる。他にコウモリ類もこの遺伝子の活性を失っている。これらの動物が 遺伝子変異によるビタミン C 合成能力を失ったにもかかわらず継続的に生存し得た最大の理由はこれらの動物が果物、野菜等のビタミン C を豊富に含む食事を日常的に得られる環境にあったためである。なお、鳥類のビタミン C 合成能力について原始的な鳥類は腎臓でビタミン C を合成しておりさらに進化した高等な鳥類では 肝臓で合成するようになった。これは酸素消費量の増大に伴う過酸化物質酸性から身を守るため、より多くのビタミン C 合成を行う必要があり、ビタミン C 合成部位が腎臓よりも大きな肝臓に移行したと推測されることを示す文献もある。霊長目でこの酵素の活性が失われたのは約6300万年前であり、磁気部目と 極ビアモクの分岐が起こったのと、ほぼ同時である。ビタミン C 合成能力を失った、磁気ビアモクには、メガネザルシタメやシンサルシタメを含んでいる。ビタミン C 合成能力を有する極ビアモクには、キツネザルなどが含まれる。ヒトジョウカが、オナガザルジョウカから分岐したのは、2800万年から2400万年、前頃であると推定されている。ヒトジョウカの共通の祖先が、 旧世界の猿から分子した際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定されている。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が抗酸化物質として部分的にビタミン C の代用となるためである。ありがとうございます。